はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。2次間脂ボリンジャーバンド、下落トレンド進行中、一目均衡表トレンドはありません。ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、2次関脂ベース、上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二次間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線下落しております。二次間足ボリンジャーバンド、下落トレンド、進行中、二次関市ストキャスティックス、売りシグナルが点灯しております。はい、二次間足一目均衡表です。形状から言いますとトレンドレスの形状ということです。はい、それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは十三円の五丸レベル、93円の50レベルと考えております。このぐらいです。 はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは94円の5丸レベル。94円の50レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から口座解説としてキャンペーンにエントリーしていただくと、通常の口座解説特典2000円と新規取引1 1万通貨16と以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に合わせて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コード、また YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はいいそういうことでオーストラリアドル円本日ロンドン市場の予想レンジです。93円の5丸レベルから94円の5丸レベル、93円の5丸レベルから94円の5丸レベルということです。ポイントです、下落トレンド進行中、上値重しということで、はいまずはオーストラリアと好意関係の深い中国なんですけれども、本日、アジア時間中国の国有銀行が預金、えー、金利を軒並み引き下げた。 ととということとあとは中国人民銀行が外貨預金準備率を6%から4%へ2%引き上げると発表さらにアジア時間発表ありました、えーっとですね、8月の在新製造業 PMI なんですが結果が51.0ということで前月からも市場予想からも上振れということですただオーストラリアドル円は上値の重い展開ということで二次間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中一目均衡表は トレンドです。ストキャスティックスか、えー、売りシグナルが点灯ですねオー,ンンーすオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えておりますオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります